こんにちは、あたりです。仮面ライダードライブの T シャツを買っちゃいました。というわけで今回紹介するのはこちらです。仮面ライダードライブ、プチパックカレー、ポーク&野菜の甘口カレーでございます。あたりチャンネル。はい、こちらは、ミニサイズのカレーが2袋入りのカレーですね。温めなくても美味しいということで、もしかしたらお弁当なんかにも入れられるんですかね。そして中には、仮面ライダードライブの耐水シール、こちらが全10種類のうち1枚が入っています。ここにね、箱の内側も見てねって書いてますよね。で、召し上がり方、はい、お湯で温める、はい、電子レンジで温める、辛みを抑え、離乳食の終わった1歳頃から美味しく食べられる優しい味わいです。なるほど、そんなあれなんですね。温めないでそのままご飯にかけても美味しく召し上がれます。調理の際は火傷に十分ご注意くださいということで、早速開けましょう。開けますと、おお、なるほどね。おお、はい、こんな感じで、ドライブが書いてあります。本当にこのね、2パック入っていて、ちょっと破っていいですか。2パック入っていて、本当にこのまま食べられるっていうなら本当にお弁当に持ってってもいいんじゃないですかね。うん、1人前約 60g。 まあこれはちょっと大人では、まあ、2袋がちょうどいいぐらいだと思うんですけども、あ、シールあった。シール出します、シール出します。せーの、じゃじゃん。はい、仮面ライダードライブ、おー、タイプスピード、タイプスピードフレア、スパイクにシャドウ、なるほど、いいですね。これ耐水シールなんだ。水につけておくと剥がれることがあります。耐水だけどね。はい、箱の内側も見てね。内側、お、あー、破れちゃった。はい、はい、ひらがなをなぞって仮面ライダードライブの、ベルトの名前を覚えよう。あ、こういうことね。ドライブ、ドライバーね。ひらがなちゃんと読めますか。ドライブ、これちょっと消えちゃったけどね。ドライバー、はい、仮面ライダードライブのベルトの名前はドライブドライバーです。はい、それでは早速カレーを作って食べたいと思います。はい、完成しました。はい、どうですか。ちょっとね、カレーの量がね、少ない、うん、大人だとちょっと少ないかな。はい、でも、まあ、のお子様だったら多分これくらいだったらね、もう多分ちょうどいいんじゃないかなと思います。早速食べたいと思います。いただきます。うん、かなり甘口。うん、全然辛くない。まあ当然ちゃ当然か。うん、でもね、すっごい甘口すごい甘口。味はポーク&野菜って書いてあるんだけども、野菜の味は全然しないですね。なんかね、若干コーンみたいな味がするかもしれない。うん、コーンみたいな味がするんだけど、コーンは全く入ってないはい、でもね、甘くてすごく美味しいです。なんかこういうレトルトのカレーを食べると、どうしても昔あった J リーグカレーを思い出すんですよね。ラモス・ルイさんが CM やってたあの頃の J リーグカレーを食べた記憶があるんですけど、あれがあまりね、美味しくなくてね、好きじゃなくて、なんかね、酸っぱい味がしてね、好きじゃなかったんですよね。最近のこういうレトルトのカレーはみんなこんな甘口で美味しいんですかね。技術が進歩したのかな。うん、すっごい美味しい。はい、ごちそうさまでした。全部食べきりました。はい、この仮面ライダードライブカレーね、シールもついて、そしてお勉強もできる
ね、でやっぱ何よりね美味しかった、うん、これでね多分100円か120円くらいか、まあそんくらいだったと思うので、ね、お子様が今日はカレー食べたいって言ったらこれを買ってあげてもいいんじゃないでしょうか。はい、それではまた次回バイバイ。